飯森さんは、福島県藍津若松市の中心部から少し、東側にある標高314メートルの山。またその周辺、白虎隊地陣の地としても知られている。藍津若松市一基町に位置し、JR 藍津若松駅からはほぼ真東にあたる。藍津盆地の東端でもあり、近隣には、白虎隊記念館や団地などがある。 い森もり山より望む会津若松市街地自人の力、見る鶴ヶ城、い森もり山という名前の由来は、この山が飯を持ったような形なので、この名前が付けられた。江戸時代後期、母親戦争に際して、新政府軍と幕府方の会津藩の間で発生した会津戦争に際して、会津藩では、藩士指定の少年たちで構成される、白虎隊が結成され、抗戦した。 そのうち市中二番隊が、との口原の戦いにおいて敗走し、撤退する際に、飯森山に逃れ、鶴ヶ城周辺の城下町が燃えているのを落城と、錯覚し、もはや帰るところもないと絶望して自陣した地である。白古隊十九市の墓には、年間二百万人の観光客が訪れる。山の麓には土産屋が並ぶが、この、土産屋一帯は、昔から存在し、 無料の看板で駐車場へ誘うもの、の、土産物屋で買い物を迫る、買うように迫る商法とよく言われ、強烈な勧誘で有名である。山へ登るには、徒歩で登るコースと、飯い,い森山スロープコンベアで登るコースがある。中腹には、日本でも珍しい木造建築物サザエ堂がある。登りと下りで、同じ道を通らず抜けられるという仕組みで、国の重要文化財に指定されており、これ、 目当てで観光に来る客も多い。頂上からは、合津若松市内が一望できる。テレビ朝日系、ドラマ、白虎隊のロケ地でもある。ありがとうございます。